撮影の話をしてた方がいいですよね、結構ね。それでは野田局長より石棺の激励をいただきます。はい、皆さんおはようございます。今日はユーザーの維持出張所に来させていただきました。長岡国道 の今日は石棺激励ということでですね、まず一番最初に雪の一番多いこちらの出張所にということで伺ったわけであります。本当に毎日毎日皆さん本当にご苦労様であります。北陸の管内でもやっぱり湯沢維持の管内は17号で大変に雪の多いところでもありますし、関東とこの北陸新潟地方を結ぶ大幹線であります。並行して関越自動車道が通っておりますけれども、ネクスコは結構いろんな事情で通行止めすることが多いわけでありますけれども、その場合にあってもですね、やはり17号の重要性、地域の生活と産業を守るこの17号、これをですねしっかりと石棺対策をしていただく、これは極めて重要なことだというふうに思っています。今日は大変天気もいいです。ですけれどもやはり随分と冷え込んでいます。先週は結構冷え込んでおりましたね。先々週は暖かかったんですけれども、気象庁のですね2月の1ヶ月予報を見ましてもですね、新潟地方は、例年よりも雪もしくは雨が多いという、そういう予報になっています。今年は長岡管内の雪の量というのは10年平均に比べますと大体8割程度ということで、まあまあ小説かなということではありますけれども、まあ、今日もこのように随分と冷え込んでおりまして、通常は、まあ、2月の後半、そして場合によってはその春先ですね、3月の中旬にまたドカ雪もあるというようなことも十分に考えられます。今後ですねまだまだ予断を許さない状況が続きますけれども、ぜひこの17号の石棺対策につきましてはですね、私ども局とそして長岡国道事務所ですね、そしてユーザーの出張所、そして今日は三社の笛田組さんと森下組さん、そして文宮さんと三社の除雪を担当していただいている企業の皆さん方に来ていただいておりますけれども、この4社がですね一丸となって除雪対策をしっかりと体制を整えて、そしてことに当たってまいりたいというふうに思います。今年はまあこのように少ないということでありますけれども、春にはですね、あ、よかったなと、うまく仕事も進んだなということで、この4社が春が来てよかったなというふうにですね迎えられたら大変にありがたいというふうに思います。ぜひご活躍いただきたいというふうに思います。やはり除雪の作業というのは大変に夜間、そして早朝、真夜中ですね、こんなところの作業は大変多いわけでもありますし、交通量も多い大幹線でもあります。大変寒い中ですね作業していただくことになります。安全には十分に気をつけていただきたいなというふうに思いますし、また出張所の職員の皆様とですね、現場への立ち会い等も再三あると思います。十分に安全に気をつけていただきたいというふうに思いますし、なんといっても新潟県内でも大変に寒い地域でありましたのでね、皆さん方お一人お一人健康には十分に留意されて、そして石棺対策に当たっていただける大変にありがたいというふうに思います。皆さん方のご活躍をぜひお願い申し上げまして、挨拶いたします。以上です。頑張ってください。それでは出張所長より返礼をお願いします。はい、野田局長のですね、大変温かい激励をいただきまして、その激励に対しまして、出張所スタッフ、あと除雪車面接の受注者を代表しまして、一言お礼のご挨拶をしたいと思います。本日は東北湯沢までですね激励にお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。国
この当地区はですね、17号、現在ですね、群馬新潟県境からですね、南大沼の三佐島というところまでの46キロをですね、除雪、あと、雪崩のパトロール等の対応しております。この地区はですね、17号主要幹線道路、関東とですね、新潟を結ぶ幹線道路だけではなくて、道路があまりないもんですから、地域の生活道路、あと主要な観光産業みたいなところをですね、支える大事な道路であると思っております。でそこについてですね、しっかり止めないようにしていきたいと思っております。でここはですね、今年なんですけど、早い、例年より少し早めのですね、積雪、もう11月の中旬ぐらいから雪が降り始めまして、少ない少ないという例年というか例年並みぐらいの積雪量もありまして、1日で最大だと70センチほど降っております。で、あと、少ないながらも例年4回5回っていう高速道路の通行止めなんですけど、本当は今までで5回の通行止めがあります。そんな中ですね、しっかりですね、路面のコントロールとですね、斜面、雪崩とかの危険性をですね、点検していただいてですね、これまで今のところ無事にですね、冬を過ごしてきております。引き続きですね、この体制を維持してですね、しっかり春までしていきたいと思っております。であとはこの、しっかりやっていくだけではなくて、しっかりコストの意識もですね、考えながら、そういうところも考えて、これからですね、しっかりやっていきたいと思っております。で、あと引き続きですね、整備局の皆様と事務所の皆様もですね、ご支援ご協力いただきまして、適切にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ご苦労様です。それでは引き続き職員および業者さんの紹介をお願いします。はい、すみません、職員の方からまず紹介させていただきます。はい、お願いします。こちらから事務の担当しております、鈴木です。鈴木です、よろしくお願いします。あとは工事と担当しています技術係長の有沢です。有沢です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと管理長の管理会長藤井です。藤井です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、除雪等を担当してもらっています機械係長の明野、明野です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、こちらそのちょっと後ろの方に書いてますけど、管理の補助もあるし、あとは除雪の方はですね、山の方から再生バイナスさせていきました。まず樹国一番県境側の方を担当しています文明になります。文明の方の人材です。よろしくお願いします。お仕上げにします。成美の曽根です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番聞きました。真ん中の方の9工区はこれからちょっと行ってもらうので、はい、次の8工区に増えた組み、あ、そうです、はい、増えた組の増えたです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。左人の長谷川です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。雪が多い中で、うちの一番延長が多い19キロ持っていただいて、市街地もあって雪も多いというところですごく苦労していただいているところです。お願いします。はい、斜面接、雪崩の点検と地震処理していただいた町田建設です。町田建設の町田でございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。代理人の町田です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの館内だけじゃなくて、長岡の事務所全体の雪崩を全部見ていただいているので、小出行ったり柏崎行ったり飛び回っていただいています。幅広く、はい、ご苦労様です。はい、この体制で一冬頑張りたいと思います。あ、そうですか、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。頑張ってください。頑張りました。それでは出張所の概要の説明になります、ね、はい、こちらでいいですか。はい、はい、お願いします。皆さん方もどうぞかけてください、はい、どうぞどうぞかけてください。少し先ほどお話しさせていただいたのもあるんですけど、46キロを管理させていただいてまして、はい、一番低いところから高いところまで、で高低差が900メーターほどあります。なのでここの天気と、まあ、気温と上のところだと全く違う。で、一番まあ最初に管内の方としては、冬季については、冬季の道路交通管理というのを、ね、一番やっていくと思っています。1枚ですね、めくっていただいて、概要はそのような感じでですね、冒頭の特徴を少し話をさせていただきますけど、11月の
9日11日に除雪が出動したりしてですね、昨年4日一昨年よりは1週間から10日早くて、その前の年にするとですね、もう1月ぐらい早いぐらいの初出動になってきて、少し早い傾向で、その時にドカッと降ったりしたものですから、かなりスタートはちょっと大変でしたが、特にこれまで皆様っていうのが1月の11日に仕事、はい、ありました。で気温の方はですね、一番14.5度、マイナス 14.5度っていうのが三ツ俣の方、例年同じぐらいな感じです。で雪見てますと12月が少し暖かい傾向だったんですけど、はいはい、1月が少し例年より低い感じでですね、あまりにも低すぎて、雪があんまり少し量が少ないのかなっていうぐらい、2、3度ぐらい例年より低いぐらいのイメージです。あ、そうですか、はいはい。でそんな中ですね、先ほどお話ししましたように、高速道路については例年3回とか5回ぐらいしか止めないんですけど、1月までで4回で、先日1回止めたので、今までで5回も止めてます。例年よりハイスピードな感じで、かなり降るときにドカッと降ったり、冷えてるせいがあって、少し路面がしっかりこうコントロールできてないのかなと思ってますけど、こちらの方は出遅れもなくですね、しっかり皆さんにやっていただいてまして、はい、次に送っていただいてですね、これ館内の概要になりまして、古くは、昭和34年に湯沢出張所というのが設置されて、現在に至っているっていうものとですね、すみません、先ほどどうしても出てくる流れとかの感じの適切な概要みたいなところ、流れがね、はい、流れがやっぱり違って、そういうところをしっかりやっていきたいというふうに考えています。で、除雪体制の方もこれはなんか、これは大雪が降ったりだとか、ちょっとこう、今から緩んでくるっていう時に、ヘリで流れの状況が一番山頂まで見えないので、そういうところを見てパトロールをします。それは北陸で、はい、山頂ですか、はい、2から3ですね。ほど上がれなくなっちゃう、上がれなくなります。で信号で止まってしまうと上がれなかったりっていうことがあったりも、なるほど、するので、まあ、ただそれは多分ほんのちょっとしたことで起きるなので、ハード対策ということで、ルビット舗装っていって舗装の中にゴムを混ぜるタイプのものですね、ちょっと試行させていただいてもらってて、で今経過をですね見てます。で20センチの降雪量の日と登板不能があった日みたいなので、ちょっと発生確率を出したところですね、3割4割あったものが昨年途中で2割ぐらいで、今年は今1割いってないですが、8% ぐらいの発生確率になっていて、ある程度効果があるんじゃないかなと思ってるんですけど、引き続きちょっと様子はですね、見ていきたいというふうに思ってます。この抑制舗装ね、凍結抑制舗装してある区間というのは、はいはい、どういうところなんですか。やっぱりこういうその郊外の急なところに充電できなくなってるんですか。登板不能発生するところが、今何キロポスト何キロポストってポイントでしっかり押さえてあって、その一番発生の確率が多いところのピンポイントの何十メーターっていうところだけやってます。そこは 2% から 3% っていうところです、はい。でもやっぱりその比較してその優位な差があるぐらい効果があると、効果があるんじゃないかと、はい、ただ本当に 5% 6% とかまで効くかって言われたらちょっとわからないですけど、ほんのちょっとの手助けぐらいであれば使えるんじゃないかなっていうふうに今思ってます。ああ、そうですか。ただもうちょっと今年の冬一冬しっかり調査をしてから、もう少し結果を出したいなと思って。ああ、そうですけど、各出張所でこういったルビット舗装とか、あと舗装にこう塩分を混ぜて、で溶ける、まあいろんなやり方があるので、それぞれまた小出は小出でやってますし、湯沢は湯沢で、それを今年北儀のセンターの方でそれぞれやってるので、もう本格的にこう両者 の、はい、そうですね、はい、凍結ルビット舗装っていうと何社かいくつかあるみたいなんですけど、いろんな方法で社が指定されるものもあるので、少しもこういう性能指定みたいなものをして行っているところなんですね。なので今度国交省の方で、もうやりたいところを手を挙げさせて、お金きちんとお金を払って現場でやるというような方向で取り組むという話を聞いています。なるほど、ええ、
したはい次に行っていただいて、まあ、看護対策だけではなかなか進まない、はい、しっかり内部の情報共有して止めるかもって止めるときからその判断してから止めるまでにどうしても向こうにも準備もあるのでその時間の間うちにも準備ができるように早めに連絡もらうようにとか、まあ、事務所と事務所長と X の事務所長に覚書きしてもらって出して進んでもらってそうです、はいはい事前にもう早いうちの事前の情報というのをとにかくくれるようにそうですそうですはい、いいことをしたい局長より接下の激励をいただきます、はい、お願いいたします、はい、皆さんおはようございます、おはようございます。森下組さんにはこ のユーザーの航空を担当していただいておりました。本当に、毎日毎日日夜ご苦労様でございます。本当にお世話になります、お願い申し上げます。先ほども出張所でお話したんですけれども、まあ、今年は随分雪は少ないとかあったかいっていうようなことも全国的には言われましたけれどもね、この長岡国道の管内は決してそうではどうもないですね。積雪量もこの10年平均と大体、まあ、トントンぐらいだというふうに聞いていますし、また先々週は結構あったかい日もあったんですけれども、先週そして、今日も随分と冷え込んでいます。大変に標高の高いところそして、国道17号はとにかく関東とこの北陸新潟地方を結ぶですね、大動脈でもあります。また季節柄スキー屋も大変多いということで、観光でのですね、当地方への来訪者も大変多いということだというふうに思いますし、大型車も結構ここは走るところであります、まあ、こういったところでですね、本当日夜石棺業務をですね、除雪等の石棺業務に携わっていただいておりまして、本当にありがとうございます。本当にご苦労様でございます。気象庁のこの2月の1ヶ月のですね、予報も例年に比べると少々雪雨ともに多いのではないかという、まあ、予報になっています。2月の中旬ではありますけれども、まだまだこの2月中そして春先のですね、3月の中旬ぐらいに、結構ドカ雪が降るというようなこともあります。それもそうですし、やはりここは大変標高も高いのでぐっと今日も新潟地方は低温注意報出ておりますけれども、まあ、そういったところでアイスバーンだとか路面凍結というのはですね、雪は降らずともやはりそういったことが大変発生しやすい、というところだと思います。地域の産業とですね、地域の皆さん方の生活を支える大動脈、これを守っていただいておることに本当に心から感謝申し上げたいというふうに思います。やはりその夜中の作業でありますとか明け方の作業、大変交通量の多い中での作業になります。ぜひですね、皆さん方安全には気をつけていただいて、そしてまた寒い中でのですね、作業にもなりますから、ぜひ風邪などをひかないように健康にも十分に留意していただきたいというふうに思います。私ども局とですね、長岡国道事務所そして湯沢の維持出張所そしてですね、町田部の皆さん方、森下組の皆さん方、この4社がですね、一丸となって体制をしっかり整えてまいりたいというふうに思いますので、ぜひご活躍いただきたいというふうに思います。今後ともどうかよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは森下組さんから返礼をお願いいたします。はい、伊沢高校を担当しております森下でございます。よろしくお願いします。今ほどは大変身に余る激励をいただきまして誠にありがとうございます。
今シーズンでございますが、11月の11日に初出動となるなど、比較的早い冬を迎え、また長期予報においても降雪というような予報が出ておりますが、雪の降らない穏やかなお正月を迎えるなど、寒暖の差の激しい、年となっております。また、湿って固まった雪の上に新雪が積もりますと、雪崩の危険性が増大するため、油断のできない状況であります。そのような状況の中、当国道17号は新潟県と関東圏とを結ぶ物流の大動脈であるということを、職員オペレーター全員が自覚をし、安全で安心な道路の確保に日夜取り組んでいるところでございます。今後も湯沢維持出張所の皆様からご指導をいただき、無事故で快適な道路環境の確保に努力いたしますことをお誓い申し上げまして、返礼のご挨拶とさせていただきます。本日は大変貴重なお時間を割いていただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。隊長。はい。はい。じゃあ、すみません、局長お座りいただいて。はい、わかりました。お願いします。はい。かなり押してまして、短めに、はい、勝手なこと言うと申し訳ありません。三股地区を抱えております、合言葉の17号は絶対に止めないという使命のもとで、作業員とともに日々努力しております。しかし、油断の影響が多く出てきます。渋滞の中には、トンハウの車も、発生し、さらなる渋滞を巻き起こすことも多々あり、対応に苦慮いたしております。トハン不能車は、ドライバーのマナーの問題が一番の原因と思われますが、国区としてはトハン不能車が発生しそうな日や時間帯を予測し、除雪車を注意箇所に集中的に配備したり、凍結防止剤の散布回数や散布量、散布時間を変え、トハン不能車が発生しないような路面管理をしております。トハン不能車をゼロにすることは不可能かもしれませんが、長年の経験を生かし、新しいアイデアを出し合って、より良い除雪を目指していきたいと思います。近年、除雪作業で感謝の言葉をいただくことは少なくなりました。局長より、激励をいただけることは貴重なことだと思っております。今回、排雪作業で全オペレーターが、今回来てませんけども、局長から、いただいた言葉、みんなに伝えますので、よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。どうもさん、ありがとうございました。どうぞです。こちらの、写真が、ちょっとユーザー地区で発生したと、一旦止まってしまうと、再発進できないということで。チェーンは巻いてるんですか？チェーンはほとんど巻いておりません。その場、止まったらその場でっていう感じになってますので。持ってのほかですね。そうですね。残念なことに、結構県内ナンバーの、あ、本当、車が多いもんで。そうですか。ちょっと、日本になっていただきたいんですけど、一番悪いのが地元の、奈良岡新潟ナンバーつけてる車両が多いですので。はい、これも牽引してるんですか？そうですね、引っ張ってる。はいはい、こうやって、非常に、除雪の障害になってしまって、からその場合行きたくても渋滞が発生して行けない、その場に行けない、こちらの場合がね、はい、ある。そうですね。また、除雪車、県道をちょうど通っているかいのもあるんですけど、なかなか冬場はやっぱり狭いですし、なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうのがあって、先ほど見ていただいたの塩ビ管切ってこう、ネット作るっていうのを、ここのところで考えていただいて。あ、そうなんだ。はい、あれ面白いですね。入職してこないし、オペレーターとしてもまだ育ってないっていうところも大変あって、ね。はい、御社はどんな感じですか？全く何も出ず、同じような状況でありまして、非常にやはりオペレーターの技術の継承というのが、今後我々の課題であります。あ、
若手の皆さん方は、はい、あれですかね、入社されてるんですか。重機オペレーターに関しては、やはり多少はあるんですが、技術系の方の現場管理となると、今一つこう、なかなか若手の方が、そうですね、はい、またもうこの辺の近くに、うん、そういった、いや、大変だと思いますけど、また、頑張ってください。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、わかりました。じゃあ、すみません。今日はこれから九州さんの方に行きます。ありがとうございました。ここはですね、うちの方で向こうの間雑除雪機だけの足の中に発圧があります。で、それになると発圧で動いて、これが動く。あ、なるほど、なるほど。他の現場はそういうのがないところは、ここにその配電があると設置するコードがあって、そこにパチッとつければ。ああ、そうですか。そういうところはここにこう、次第、発圧を。うん、じゃあ、ちょっとお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。頑張って。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。12時できっちり1回その午前中